わしの上に降ってきたのかもしれん。え、なんと似てる。私があの有名な天下を取る織田信長です。お前はこれより織田家の当主だ。ただわかるのはそなたの存在がわしと織田家を救ったということだけじゃ。三郎、今の織田家の繁栄は全てお主のおかげ。こちら今日から織田家の家臣になる明智光秀として織田信長を支えさせてくれぬか。今川様はじき靴掛城に到着する。織田の策が決まり次第すぐに伝えろ。俺に任せておけ。君すごいね、猿みたいだね。信長様は初陣のことを覚えておいでですか。初陣覚えてない。覚えてないだと。ふざけやがって。どういうつもりだ。出世して奴の右腕まで登り詰めるか。一夜城作戦を提案してくれた猿君にはこれから織田家の中心メンバーとして。この木下藤吉郎、織田家繁栄のため粉骨最新使える所存でございます。行けー織田の砦。その自ら砦を壊しておるぞ。砦を壊したら浅井に攻め込まれるじゃろう。一体何を考えておられる。そんな大それたことじゃないけどさ。ただもし俺にできるなら、苦しんでる村やおはるちゃんみたいな人たちを助けたい。戦のない時代は必ず来る。信長なんぞにヘラヘラしやがって殺さぬつもりか。俺作るよ。楽しいことそこら中に転がってる国。託してみたくなった。エソラゴト。猿くん、何かお困りごとがありましたらいつでも申し付けくだされ。私のせいだ。全て私の責任です。わしはこれからも明智光秀としてお主を支え続ける。必ず天下を取るのだぞ三郎。殿は馬から落ちて多くのことをお忘れになり、以来人は変わったように明るくなられたのじゃ。信長様は初陣のことを覚えておいでですか。あれは確か13の時だったか。初陣のことを覚えておいでですか。覚えてない。全然覚えてない。お前の方だったか信長。太平の世など来るはずがない。どういうことだよ。敵は一人残らず殲滅すれば必ず来ます。ふざけんな。だからって罪ない人殺していいわけじゃないだろ。これは織田のためなのだ。天下を取るぞ。そんな天下なんかいらねえよ。光秀殿、この秀吉、殿は火を放つことを拒むと思っておりました。しかしこたびの信長様は違った。あれこそ天下を取るお方のご采配にございます。分かってると思うけど、くれぐれも余計なことしないでね。信長は俺だからさ。騙したりひどい目に遭わせて天下取っても嬉しくないって。俺はもう延暦寺みたいなことはしたくないんだよ。こたびの勝利は延暦寺の一件があればこそにございます。殿、やはり延暦寺のご采配は正しかったのでございます。もう俺信長できないよ三郎。お主は優しすぎるのだ。明智光秀の謀反でござる。申し上げます。用事にござりまする。明智勢と見受けられます。源氏、行くぞ。信長、この首もらい受ける。織田信長公が亡くなられました。我らが織田信長様の敵を討つのじゃ。明智を討ち果たす。死ぬのはお前だ信長。本にはこの
お疲れ様です。1時間しか寝られなかったよ。遅えぞ。どんな感じですか。元同僚が殺されて、玄関の鍵は壊されてないし、室内も荒らされてない。プロか顔見知りの犯行だろう。一回りしていきます。すいません、ちょっといいですか。全てを手に入れようとした男、志半ばで死んだ男。やつは確か同じ。まさか初めから世をはめるつもりで俺を殺したのはお前。